おはよう。まだ寝ててよかったのに。こいつが。せっかくいい夢を見せてやっていたでしょ。お前の家族みんな惨殺する夢を見せることもできたんだよ。今度は父親が生き返った夢を見せてやろうか。人の心の中に土足で踏み入るな。俺はお前を許さない。あれ、耳に飾りをつけてるな。運がいいな。早速来たんだ俺のところ。夢みたいだ。これでもっと無惨様の血をいただける。まったく、えいけ。いや違う、これはこいつは何度も術にかかっている。行くぞ。それネジュー。まあ、ったくそれ炭治郎が。それそれ弱いね。行くぞ。お別れの時間だよ。待ってよ。まずい。それそれ。もう一度。さよなら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 。まずい。なんの。ゴリャ。ゴリャ。タックル。ネジ。さよなら。さよなら。弱いね。さよなら。さよなら。そうですか。さよなら。弱いね。そうですか。よし。眠れ。自分だけ生き残って。何のかかった瞬間にかかったことを認識し、覚醒のための自決をしているのだ。このガキまともじゃない。まったく。さよなら。さよなら。そうですか。レゴラー。あんたの死ねばよかったの。言うはずがないだろう。ダメなこと。俺の家族が。まだまだ。ゴリラ。ネジラ。さよなら。ネジラ。まだまだ。さよなら。ネジレウザ。さよなら。ミドルエヴァ。ミドルエヴァ。俺の家族を侮辱するな。手応えがほとんどない。もしやこれも夢か。あの方が柱に加えて耳飾りの君を殺せって言った気持ち、すごくよくわかったよ。存在自体が何かこう
とにかく尺に触ってくる感じ。知らない。素敵だね、その顔。そういう顔を見たかったんだよ。首を切ったのにどうして死なないのか教えてほしいよね。いいよ、俺は今気分が高揚してるから。赤ん坊でもわかるような単純なことさ。それがもう本体ではなくなっていたからだよ。今喋っているこれもそうさ。頭の形をしているだけで頭じゃない。君がすやすやと眠っている間に俺はこの汽車と融合した。この列車のすべてが俺の血であり肉であり骨となった。その顔、いいねいいね、分かってきたかな。つまりこの汽車の乗客200人余りが俺の体をさらに強化するための餌、そして人質。ねえ、守りきれる？君は一人でこの汽車の端から端までうじゃうじゃとしている人間たちすべてを俺にお預けさせられるかな。煉獄さん、全員で命や。寝てる場合じゃない、起きてくれ、頼む。熱子、寝ている人たちを守るんだ。爆裂覚醒、衝突ワッシン、伊之助様のお通りじゃ。伊之助、もうこの汽車は安全なところがない。眠ってる人たちを守るんだ。この汽車全体が鬼になってる。聞こえるか、この汽車全体が鬼なんだ。やはり俺の読み通りだったわけだ。俺が親分として申し分なかったというわけだ。どいつもこいつも俺が助けてやるぜ。すべからくひれ伏し、あがめたたえよ、この俺を。雷の呼吸、一の型。独力一戦、独連。禰豆子ちゃんは俺が守る。守る。切っても切っても全然。あ、なんだ、鬼の攻撃か。かまど少年。煉獄さん、ここに来るまでにかなり細かく斬撃を入れてきたので鬼側も再生に時間がかかると思うが、余裕はない。手短に話す。この汽車は8両編成だ。俺は後方5両を守る。残りの3両は黄色い少年とかまど妹が守る。君と井の頭少年はその3両の状態に注意しつつ鬼の首を探せ。首？でも今この鬼はどのような形になろうとも鬼である限り首はある。俺も急所を探りながら戦う。君も気合を入れろ。すごい、見えない。煉獄さんが移動した揺れだったのか。状況の把握と判断が早い。五両を一人で。感心してる場合じゃないぞ、バカ。やるべきことをやれ。鬼の匂いがどんどん強力になってる。急げ。伊之助、伊之助どこだ。うるせえ、ぶち殺すぞ。そこにいたのか、伊之助。これから俺たちは前方の。分かってるわ。そして俺は見つけてるからな、すでにな。全力の七の方でこの主の急所は。そうか、やっぱり前方だな。そうだ、前だ。とにかく前の方が気色悪いぜ。分かった、
よし、行こう。衝突の足。怪しいぜ、怪しいぜ。この辺り特に。うん、クソが、近づけさせないつもりだ。させないよ。行かせない。首も切らせない。お前たちはここで眠りにつくんだ。深い深い眠りにね。邪魔くせえ肉どもがぶった切ってやる。その分際でよくも俺の首を見つけたね。けれどお前たちは首に傷を入れることはできない。悪夢を見て苦しみながら死ぬのだから。ここで手こずっていては被害が広がる。急ごう、イノシカ。当たり前だ、遅れるなよ、タンゴロ。ゴリア、キャッチボール。いいね、いいね。みなぎってきた。キャッチボール。次から親分と呼べ。行くぞ。死んでおくれ。構え、俺と構え。弱いね。行くぞ。それそれ。手を出ないだろ。肉が邪魔をしながら。肉を切っていけばほんの少しだけ隙ができる。そこを狙うんだ。首のある場所はもう分かっているんだから。そんなこと分かってたね。お前が言う前か。そうか、さすがだ。もっともっと絶望しておくれよ。注意を払いながら眠らせないようにもしなければならない。立ち回りが難しい。でも俺ならできる。でもいるんだから。なんとかさっさと白い頭に切られやがる。うるさいな。さっさと眠ってくれないかな。この程度、足はまだ動く。死んでいく。俺に勝てるわけないだろ。加減しつこい。しつこいよ。お前たちにはうんざりだ。煉獄さんも必死に戦ってくれている。俺たちが首を切ることを信じて戦ってくれている。待っていてくれ。必ず首を切る。死んでおくれ。もう一度。俺に勝てるわけないだろ。親分と呼べ。いや、構え、俺と構え。待て、ね、俺に勝てるわけないだろ。次から親分と呼べよ。行くぞ。弱いな。みなぎってきた。守ってくれ。この一撃で骨を断つ。火の神神楽ヘキラの天。やべえぞ、
す。おい、大丈夫か、大丈夫か、サンタロー、しっかりしろ。イノスケ、鬼の肉でバインバインして助かったぜ。逆にな。俺はすぐ動けそうにない。他の人を助けてくれ、頼む。言ってやるよ、親分だからな、子分の頼みだからな。夜明けが近づいている。呼吸を整えろ、早く怪我人を助けないと。根津子、善逸、煉獄さん、きっと無事だ、信じろ。体が崩壊する、再生できない。負けたのか、死ぬのか、俺が。バカな、バカな、俺は全力を出せていない。人間を一人も食えなかった。汽車と一体化し、一度に大量の人間を食う計画が台無しだ。こんな姿になってまで、これだけ手間と時間をかけたのに、あいつだ、あいつのせいだ。200人も人質を取っていたようなものなのに、それでも押された、抑えられた。これが柱の力。負けるのか、死ぬのか。ああ悪夢だ、悪夢だ。鬼狩りに殺され続けるのはいつも底辺の鬼たちだ。上弦、ここ100年顔ぶれの変わらない鬼たち、山ほど葬っている。鬼狩りの柱さえも葬っている。異次元の強さなのか。ああ、やり直したい、やり直したい。なんという惨めな悪夢だ。